おはようございます。こんにちは。こんばんは。ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティーです。お相手は私、山田大輔と、もう一人この人です。今このマイクを握った瞬間にお腹が痛くなった海坊主です。大丈夫ですか？大丈夫。この便意を催すような感覚。マイク持つと。このマイクに何か仕込んでらっしゃるんですか、あなた。あれですかね、本屋さんに行った時みたいな。そうですね、その感覚ですよ。あの不思議な感覚になるんですか。それと同じく今このマイクを握った瞬間、はい、私のお腹は反応しましたね。ああそうですか。どうなってんすか。いやーそういうこともあるんですね。ノースアイランド。そういうこともありますね。誰かがね、スタッフの誰かが、うん、やったんでしょうね。そういうなんかね、薬剤を注入するっていう時代にね、手についたら便意を催すな、はい、ようなね、薬剤ってどんな薬剤ですか。いや今わかんないですよ。だっていやわかんないですよ。わかんないからこそね、はい、こう勉強のためにちょっと僕は知っときたいなと、はいはいはい、その物質を僕は触った瞬間にこうなるんだっていうことを今後ね、あの人生生きていく中で学ばなきゃいけないわけですよ、はいはい、だからこれ何についてたんですか。いやーなんでしょうね、最近、だからあのアンタップ細胞とか、はいはいはい、なんかそのいろんなものがね、あの日々こう、そうですね、研究されてきてると思うんですけれども、はい、やっぱり今後のためにね、はいはい、僕の体質に合わない、その細菌を知っておきたいなと思うわけですよ、はい、何ついてたんですかね、このマイク。サルモネラ菌とかですかね。サルモネラ菌触っただけでなるんですか。しかもあなたどこでサルモネラ菌を入手したんですか。サルモネラ菌ってちょっと久々に聞きました。今でもわかんないじゃないですか、はい、今の世の中なんかいつの間にかとっても進歩しちゃっててさ、はい、我々もついていけない状況になってますよね。でもね、その飲食店とかもね、やっぱり皆さんあのいろいろ気になさってるようでございまして、はい、とあるお店はそのトイレをね、した後に流す時にこう便器閉めて、蓋を閉めて、はいはいはい、こうあの食中毒とかその菌が、あの、飛び散るのを抑えるために閉めてから流してくださいとかって、ああいう札を見たの初めて見て。ノロウイルスですよ、あれは。そう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 、ね、だからね、でもあとはちょっと汚い話になっちゃいますけど、地下鉄でね、はいはい、あとはそのなんか飲みすぎちゃってちょっと戻しちゃう方とかいらっしゃるじゃないですか、はい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 、それとかでもね、空気感染とかあれもね、ノロウイルスだったりするんですよね、はい。それを考えると今これからちょっと食中毒とかもね、気になるような時期ですから。そうそう、空気感染するんでね、うん、ああいうのってね、空気感染。いや、なんすか。人の顔って分かったじゃないですか、もうこれで。違う違う違う、あの空気感染だったらこのスタジオに入った瞬間から僕お腹痛くなるじゃないですか、はい、今マイクを握った瞬間からお腹痛くなってるんですよ、はい、でもしかもそんな喜んでますけど、はい、あなたのスタジオにじゃあそういう菌が菌が飛んでるってことになりますけど、それはあなたのね、あなたにとってプラスかマイナスかっていう話ですよ、はい、そんな噂がね、風評がこう立ってしまっては、はい、あなたにとってマイナスなんじゃないですか。おあそこのスタジオなんかやべらしい。入った瞬間空気感染して腹痛くなるらしい。いいですよ、それはそれで僕だって考えますよ。便秘の方におすすめです。いやですね、あの便秘の方が来るあの催すスタジオって。それはもう女性におすすめ。もう悩んでらっしゃる方多いから。いや多いですけど、ね、女性のこのスタジオに来たらもうスカッと晴れ晴れとするような気分でって言うんですよ、女の子が。いやそんなキャッチフレーズって女性来ると思います。空気、あなたは空気感染しますって言われて、女性ちょっとニュアンス変えたらプラスになるんですって。そのニュアンス次第ですよ、もうあなた。空気感染します。さあ、まあ、そういう話をしておりましたけれども、札幌ダジャレツアー、はい、なんと今日で1年以上やってまいりましたけれども、うん、最終回でございます。やっとラスト。ラスト一体どんな結末なのか、それではお送りしていきましょう。ノースアイランドお送りしております。全10区制覇ノースツアーズ一押し旅プラン、札幌ダジャレツアーという企画をずっと行ってまいりました。
内容です。札幌市内の観光地を訪れて、その場所にちなんだダジャレを考えながら住み、全10区制覇を目指します。これまで、9つの区行ってまいりましたけれども、最後の区南区に入っています。で、まあ1年以上かけて、ロケは5日目だったんですけれども、まあ間いろんなね企画もありましたからね、このノースツアーズ一押し旅プラン札幌ダジャレツアーとしては、まあトータルで1年以上かかっておりますが、ガイドがいました。自称札幌マイスターベテランコさん。まあこのランコさんに導かれての旅もついに最終回ですね。みぼずさん、やっとせいせいしますよ。あ、そうですか。はい、最後なんかもしかしたら、でもこのね収録音声これから流しますけど、もう海坊さんがもう涙流しちゃったりしてね。いやー、そうありたいものですけどね。普通だったらこんだけね長い間やってきて、もうお別れってなったらもうね、感慨深いものもあって情も移って泣くっていうこともあるかもしれないんですけども、ランコさんにはそんな感情芽生えないと思うんですよねって言っといてみたいなね。期待したいと思いますが、さあ、恐怖のダジャレロシアンルーレットに入っています。互いに3つついたダジャレから抽選でベストダジャレが決まって晒されるというものです。全ても長く晒される恐怖に遭うわけですけれども、最後の目的地南区の石山緑地、これにちなんでのダジャレでありました。さあ、泣いても笑っても最後のダジャレロシアンルーレットです。最後に選ばれたダジャレは一体何なのか、続きをお送りしましょう。どうぞ。さあ、ではいよいよでございます。長い旅も、はい、終わりを迎えます。全、はい、10区制覇ノースツアーズ一押し旅プラン札幌ダジャレツアー10区目南区石山緑地でございます。参りましょう。ロシアンダジャレルーレット石山緑地編です。よーい、スタート。石山緑地で飲む石山緑茶。はあ。いや、しかもランコさんじゃなくて、絶対ランコさんじゃないですよね、今の。ひみおさんですよね、今出てきた。さあ、例によって先行は僕が切らせていただきました。はい。はい。この緑地のそばに、あの名家のお店あるのね、石山製菓。うん、スマートですね。はい、三つ目。石山緑地に石やマー君がやってきたよ。それ誰よ、それ。あの、医者とか、医者とか、マー君が来ましたよっていう意味です。ああ、おぉ。何なんすか、もう。もう、何なんすか、それ。そうそうそう。医者とかマー君が来たよっていう意味。医者、マー君。はい。はい。石山緑地のゆるキャラ、イッシーと緑地。ちょっとそれ考えた。イッシー考えた。それでもあれですね、宣教縛りの厳しいものがあるけれども、僕もね、次の5つ目、結構厳しいもの、近いもの考えました。行きましょう。石山緑地のバンド、石山緑地。それひどいわね。これはもう、もうそれ出たら大変ね。これ大変ね。それさらされたらもう、あなた今後生きていけないわね。もう最後だから、もう最後だから、ちょっと僕も滑れないことで下緑町。さあ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 、これを受けてのもう本当にオーラス、もう最後のダジャレですよ。まあまあ、ランコさん、本当にこのツアー最後のダジャレ、ラストを飾るランコさんのダジャレ、西山緑長寮を超える素晴らしいものを何か考えたのか。
宮の森殿下を超えるリュックンチョールでありたいと思ってますから、その宮の森殿下を超えるラストちょっとやってくださいやったってくださいよ、ランコさんまずいわねもうだから、ね、今回もやっぱり4番目以降まずい感じになってますからね一心と緑中あたりからちょっとおかしくなってきますから、さっきのあれですか、ヨコさん6番目はあれですか例のあれ出るんですか例の殿下の方飛んできますもう抜きどころかだってもうここで抜くしかないですよ、もうここで殿下の方とラストを飾る、このツアー5日間のラスト、殿下の方と抜くかどうかによって変わってきますよ。行くわよ。はいはい、はい、どうぞラスト。石山緑地の宣教師殿下の方抜いた、いい山緑地多分やっぱり6番一番まずい6番やっぱり一番まずい、あの今日一番終了カン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 、もう今日一まずいよ、その6番語呂も悪いしいいし、やーまりょくし語呂も悪いし、一番6番やばいな今日なんでことかもゴムね、ゴムやばい、ゴムやばい、まずいよ、5、6はまずいよ、これ4、6はまずいでしょだからやっぱり今回も4、5、6は特にやばい、まずいことになってるよ、うん、またやっぱり4、5、6まずいですね、後半行けば行くほど、うん、さあ最後のダジャレロシアンルーレット、6つのダジャレが出揃いました。いよいよここから1つ抽選でダジャレが選ばれてしまいます。ここで6つのダジャレを改めて振り返って、ついに運命のロシアンルーレット、そしてまだこの時はあの雪が残ってるんですけれども、うん、石山緑君チョールに、はい、緑君チョールさん、はい、緑君チョールですこの後いよいよ潜入ということになりますが、やっぱり緑君チョール緑君ソウルが緑君チョールが、はい、あの熱い魂がね、はい、宿ってるわけですよ。もうなんかその緑ちょうり決まりそうな勢いなんですけれども緑くんちょうろしいですねさあ果たしてロシアンルーレット一体何に決まってしまうのか、それではお送りしましょう、どうぞ。わん、石山緑地で飲む石山緑茶、この緑地のそばにあの名家のお店あるのね、石山製菓。スリー、石山緑地に石やマー君がやってきたよ。ファー、石山緑地のゆるキャラ石と緑地。ファイブ、石山緑地のバンド石山緑チョール、シーケース、石山緑地の宣教師、ベカの音抜いた、イーシャマー緑地ロックンロールはやばいでしょロックンロールはまずいと思うよ、石山緑地で生まれたバンド石山緑チョールなんとなくあのね、書かれた言葉も浮かんできたもんねまずいよあれあれはもうまずいと思うな宣教師はあなたがもう一回書かれてるから別にそんなんでもないんだけど、ダメージとしてもあれはまずい、あれ字にしたらもうかなりまずい一番略くちゃうこれはまずいと思うんだよなまあね、でもね最後ぐらいでは最後です、最後のベストダジャレが決まります。それでは抽選をラストです、お願いします、ベストダジャレ中から辺からこれだ、番号はこちらです、3 ただいまより海坊主様によります、石山緑地においてのベストダジャレを発表いたします。石山緑地での
やってきたよ。海坊主様の入魂のダジャレご唱和ください。石山緑地に石屋マー君がやってきたよ。石山緑地に石屋マー君がやってきたよ。石山緑地に石屋マー君がやってきたよ。拍手をお願いいたします。泣かず飛ばずの無難なところが。なんだっけ、さ、石山緑地に石屋マー君が来たよってやつ。医者とマー君が来たよって。はいはいはい、まあまあまあ、ありましたねの世界ですね。ありましたねの世界。あ、石山緑君超俺来てほしかった。最後、まあ、まあまあ、綺麗写真収まるのは海坊主さんということで、そういうことになりましたね、結局。まあまあ、いいんじゃないですか、収まりとしては。そうですね。じゃあこれ書いていただいて、ざっと今となっては緑君超俺来てほしかった。まあそうですけどね。この後、石山緑地に行ってきます。さあ、石山緑地、はい、2つスポットが、まあ、分かれてると、はい、いうことなんですけど、 あっちが南側のなんかストーンなんとかとか、石の方見たかったっすね。あっちね、行けないのかな、ちょっと行きたいっす。あっち行ってみようか。で、多分その石のそういうところの方がメインっちゃメインですよね。はい、行ってみましょう、行ってみましょう。石山緑地。はい。緑地。石山緑地。石山緑地。そっちの方がなんか心に残ってるんですよ。ね、もうそれしか残ってないんですけど。石山緑地。ね、はい。石山緑地。いいような感じに聞こえてきたね。なんかだんだん慣れてくるとそのね、うん、ご当地バンド作ればいいのに。緑君チョール。あ、でもこうやって入れるんだ。あ、入れる入れる。本当だ。入れる。よかったよかった。今からね、これからちょうど奥の方に見えるのが、はい、採石場だったりいろいろね、はい、あるんですけれどもね、削られてる跡が、うん、で、まあ、この辺りもそうだったと。いうこと。僕今先頭で行ってますけど、はい、これ絶対埋まりますよ。これ柔らかいですね。これ途中で埋まる。もう僕もちょっと埋まってますもん、結構。僕も結構埋まってますよ、もう。埋まりましたよ、はい、僕も埋まりました今。これダメでしょ。これ結構埋まりますよ。来たはいいけど、はい、帰れないっすよこれ。すげえ、やべえ、埋まる。最後の最後で、だいぶ埋まってますけど僕も。最後の最後でこれ。ちょっと長いと進むんですかこれ。進みますよ。だいぶ埋まってますよ僕も。最後の最後ですよ。いや、これね、何が何なのか分かんないですけど、コロシアム的なね、はい、感じになってますね、はい、あ、でもあそこで写真撮ったらいいね、はい。言ってたって、これどっち行けばいいんだ。これまっすぐ行って埋まらないかな。石のとこまで行きますよ。埋まらないかな。大丈夫ですか。足跡ありますよ。ほら、こっちの方が硬い。あ、硬いね。あ、意外と硬い。いや、石山緑地の方が良かったな。おー、でもおー、これおー、広がってる、広がってる。おー、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 いい感じ、いい感じ。いいっすね。これ降りれるのかな。降りても大丈夫じゃないですか、これ。ああ、大丈夫大丈夫、はい、意外と硬い。あ、階段になってんだ、本当は。階段か。うん、本当は階段なんだ。へえ。階段の方がいいね。ああ、いいね。へえ。最後にふさわしいじゃないですか。いいっすね。おおほう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 。あれがまさに削ったあの石のね、札幌南石という。お母ちゃん。埋まりました。埋まりました。ダメだよお母ちゃん。埋まりました。こっち行けんじゃん、こっち行けんじゃん。お母ちゃん埋まったよ。雪すごい入った。これいける、これいける、これいける、これいける。いやいやいや、いやいやいや、すごい高いもんね。高いですね。雪だるまんプロジェクトって書いてある。雪だるまんプロジェクト。いや、雪すげえ。これね、なんか驚々しいね。あ、でもいいじゃないですか。景色はいいじゃないですか、俺。いや、いいですね。さすが皆さんが選ぶだけありますね。ねえ。
これじゃあどこかで写真をパシャッと撮りましょうか。ああ空じゃ無理だよ、空じゃ無理だよ。最後に来て平和の滝であんなに注意したのに、お母さん無理だよ。こんな先行けないよ。最後の最後でつぼつぼ埋まってますけど、膝近くまで行ったね今ね。見て、この旅はノースツアーズ、ランコのランランツアーにご参加ありがとうございました。自ら変えたツアーの名前もさらにまた変わってるけど、皆さん本当お手回り品を確かめの上、私への感謝の、お品だけは忘れずに。自分で言わないですね。次来るときはきっと配役のガイドがつきますが、どうぞ今回は良き思い出を胸にしまって、またぜひ二度とお会いしないとは思いますが、このツアーにご参加ください。それではありがとうございました。さようなら、さようなら、元気でいてね。北エールのそばにある蕎麦屋さん、アンパン道路にアンパンチ、レッドゴールドが植えられるリンゴ並木へレッツゴー。羊ヶ丘展望台にある眠れ放題、札幌ドームさんどうもありがとう、青雲橋精一杯の笑顔でご挨拶、足利別神社で飲むジンジャーエール、札幌コンベンションセンター空に着く前に、そんなこと言わないでよランコさん。三ヶ穂公園に3日ほどいる、札幌飛行場で飛行をつく、わざねえね山口っていいね。馬場公園でそんなに怒ってもしょうがないじゃない、馬場。ああ憧れの平和頃、宮の森ジャンプ競技場の選挙し出た宮の森殿下、石山緑地に石やマー君がやってきたよ。札幌ダジャレツアーお送りしました。すべてのダジャレを振り返りましたけれども、いかがでしたか三坊主さん。なんかでも歴史を感じますね、歴史最初から聞くとね、はいはい、なんか少しずつ少しずつやっぱり変化してるなっていうどういう風にですか。あの後半になるにつれやっぱりその精度もそうですし、精度、はいはい、まあ勢いもあるなっていうのもあるんですけれども、はいはい、もう最初やっぱ恥ずかしそうですもんね。あーまあね、まあまあしょうもない、しょうもない感じなんですよ、うん、最初しょうもない感じのダジャレですからしょうがないんですけども、はい、なんかだん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 後半になるにつれね、うん、ちょっと良くなってるなっていうのは、まあランコさんも間に入り、はい、いいスパイスになってるなっていうのはありますね。ああまあそうですね。まあ豊平区に関してはね、はい、当時ルールも違って5つ、はい、5箇所行かなきゃいけないで、その区内だけで ね、はい、だから数も多くなっていて、はい、ね、だんだん最後の方になるとね、もうその区に1つだけっていうことにルールも変わってそうです、ね、まあ、サクサクっと進むようになりましたが、はい、まあでもこれを元にして皆さんぜひ札幌市内をね、はい、海坊さんのダジャレあるいはランコさんのダジャレをあの胸にしまい込みながらね訪れるっていうのはどうでしょうかね。まあまあね、ちょっと試しにやってみてほしいですね、うん、あダジャレを、はい、ダジャレをロシアンルーレット、
まあロシアンじゃなくてもいいですけど、あの吊るされるようなことはしなくてもいいんですけど、はい、まあ行った場所でちょっとね、それにちなんだダジャレを、あ、でもいいかもね、はい、考えてみるっていうのもいいかもしれない。みんなだから記念写真撮るでしょ、はい、行った時にね、うん、まあスマホでも今ね、はい、手軽になって、で、あの Facebook とかね、はい、Twitter とかにアップしたりするでしょ、はい、だからそれを必ず、あのどこどこに行きましたじゃなくて、はい、もうダジャレにしちゃってあの紙に書いた状態で、ミボスさんみたいにね写真にパシャって撮って、はい、置くと、これ10年、20年後経った時に、一つのまた面白い思い出に、うん、バッカだなみたいなこと言いながら見れますね、ね、はい、あ、いいかもしれないね、それね、うん、皆さんいかがでしょう、札幌ダジャレツアーそういう使い方もいいかもしれません。で、まあラストはラストでウィボーズさんがね、しっかり飾りましたからまあしっかり飾れたかどうかは別としてリョックンチョールじゃなかったんですけど、まあ、そうですね、僕的には個人的にはリョックンチョール推しだったんで、ええ、そっち行きたかったですね。ねえ、残念ながら、石山緑地に石山君がやってきたよという、そうですね中途半端な感じになっちゃいましたけどそのなんかそのスパッとは終わらなかったっていう ね、 そうですね、それもまたノースアイランドらしいのかなって、そうですねね、雪残ってて、まあ写真撮る場所もね、はい、あの行くの大変でしたけれどもあの時期でまだ雪に埋まってましたからね、海坊さんがズボンって膝まで埋まるっていうね、はい、最後の最後までのさえなるらしい、なんかグダグダっとした終わり方でございました。さあ次回からは新企画です、うん、ね、海坊さんが新境地に挑むという企画ですので、そうまあ我々もちょっと今回はですね、また、はい、あのノースらしいなっていうふうに思った、そうですね、そういうロケにもなりましたので、もうだってロケ行く前には準備をガッツしてこいっていうのがありましたからねそうですね、はい、果たしてこれはどんな展開になるのか来週から始まります。ご期待ください。ノースアイランド、また来週です。お相手は私山田大輔と海坊主でお送りしました。どうなるのか新企画お楽しみに。